出てない、音が出てないですね。はい、睇下先，我哋好似冇咗音乐喎，我哋整一整先。我哋睇住视觉感受先，睇住画面先啊，睇住画面先啊。はい、これじゃあしばらくの間僕たちの声で咁大家听住我哋把声先啊。我慢くださいということで、今これアンジャナフっていうですね、新モンスターをの討伐のモンスターのクエストですと。系啦，我哋今次嘅任务目标系一只新嘅魔物，佢个名叫 Angelus。で、アンジャナフというモンスターですね。当然このクエストで初めて狩猟に行きますので、どこにいるかまあ分かんないんですけど、ここのフィールドにはそのアンジャナフの痕跡とかもいっぱいありますので、足跡とかですね。足跡とかね、粘液とか。咁首先啦，呢只魔物咧，其实我哋系仲未狩猎过噶。但是呢就在这个地图的周围呢都会找到一些它的痕迹，例如脚印或者其他东西这样的。はい、そういうのを集めてですね、シルベ虫という緑色に光ってる虫いますね。あれがですね、まあ、プレイヤーのちょっとガイド的な役割の担うような虫でして、それに、アンジャナフの匂いを嗅がせるところですね、痕跡で。咁為咗去尋找呢啲痕跡咧，大家見到畫面有啲綠色發光嘅蟲仔咧，叫做盜蟲噶。佢哋其實咧係一啲引導玩家去正確地方嘅一啲好似旅遊導遊咁樣嘅作用啦，就會大家去收集翻一啲痕跡嘅。で、これはね、アンジャナフじゃないんですけど、ドスジャグラスっていう、これも新モンスターです。こいつはですね、すごい肉食で食欲旺盛なので、先ほど見たようなモンスターを丸飲みしたりとかしちゃいます。咁大家見到而家咧只食飽飽嘅魔物咧，就唔係我哋要揾嗰只嚟嘅。咁但係佢都一款新嘅魔物咧，就好餵食，會成隻其他魔物吞落肚噶。はい。でですね、その食べたですね、モンスターをこれ動物とかでもよくあると思います。親の鳥がですね、ひな鳥にですね、自分の食べたやつをですね、与えたりするということもあります。そのような行動を見せます。系啦，咁跟住大家就可以留意一下佢做紧咩啦。咁其实都系自然界成日见到小朋友嚟嘅，咁都同大自然界好相似啦。咁佢就去狩猎咗啲嘢翻嚟，然后就喂自己小朋友食咯。系，で、そのですね、小さいやつらがですね、のボス的な役割なんですね。それにこう餌を与えてたりするシーンなんですけど。咁都系大家见到系好似一只 boss 去喂自己啲细路啊，同埋下属咁嘅关系嚟嘅。はい、音が鳴りましたね。音鳴り始めましたので、よかったです。はい、跟住佢都發現開始聽到有聲啦。今話してくれてますね。ようにですね、今回ガイドでもですね、クエスト中にいろいろ今こんなことをやったらいいよとか、こういう操作をやったらいいよっていうチュートリアル的なも入ってきます。咁頭先大家都聽到有把女聲教你要做咩啦，咁其實今次喺任務裏面都會有呢啲咧引導嘅聲音可以去幫到大家嘅。でこれ今アンジャナフのですね、痕跡を集めたのですね。これでですね、シルベムシはですね、そのアンジャナフのところまでガイドをですね案内してくれるようになりますので、こうなってくるともうシルベムシの方行く方行く方に向かっていけば。目的のモンスターに出会います。系啦，咁大家都見到咧，你一直跟住啲導蟲喺度收集緊痕跡啦。咁到最後咧，佢就會帶到你去而家你哋見到啦，就 boss 嗰度啦。はい、こっちですね。で、ここ今までここでバトルをしてもいいんですが、ちょっとここ狭いので、もっと戦いやすいところに誘導しています。系啦，咁但系因為呢個地方比較狹窄咧，佢就想引佢去第二度，然後先至開始攻擊噶。はい。どんどん誘導するところですね。你見到佢就一直引咗佢跟過嚟啦。用嘅其實手心有個十字弓，佢就掟石，有啲聲引佢出嚟嘅。で誘導してて、ここがこれスライディング、ここがアクションができたりします。跟住你見到呢啲開始就有啲動作啦，喺個斜面度。これが双剣です。ああいうですね。双剣嘅示範啊。あ、特訓、これ受けが良かったからもう一回やろう。ちょっと待ってください。今叫佢隔離嘅Dusty先生要做多啲、玩多啲俾大家睇啊。まずじゃあ紛らしてからやりましょう。このカエル、こいつも使えます。あれを刺激するとですね、麻痺ガスを出してモンスターを麻痺らせることができるんですね。系啦，大家头先见到呢只黄色嘅青蛙咧，其实你只要刺激佢就会喷一啲麻痹嘅气体出嚟噶啦，咁你都可以利用下呢啲周围有嘅嘢咧去攻击只魔物嘅。
来た、スティールが出ましたね。で、ここからですね、ほら、かっこいいでしょ。はい、まあ、好犀利ね。あら、で、またじゃさっきのちょっと調子乗ってやりましょうか。ほら、他们又试下再上去再玩多次啦。違うやつになりますね。ヒットする場所によってヒット回数が変わってくる攻撃なので。これが限界かな。うん、はい。じゃあここでちょっとね、戦ってみたいと思います。残りましたんで、ちょっと別のところまで連れて行こうと思います。ああいう噂もされたりしますね。で、今この怒ってる状態になると、このモンスターはどこまでもプレイヤーを追っかけてくるという習性を持ったモンスターですので、それを使って追っかけさそうと思いますが、今多分ですね、あれオトマイルに行ってますね、あいつね。あ、来ましたね。はい。其实呢只魔物咧，佢嬲嘅时候咧就会一直跟住你噶啦。咁而家都系用紧呢个特性咧，引去其他地方嘅。ここですね。ちょっと小型のやつが寝てたりしますけど、このあの小型のモンスターもですね、大型のモンスター来たら怖がってる。うわ。系啦，大家见到有啲小型嘅魔物喺度啦，佢哋见到啲大魔物嚟都会好惊，会逃走噶。あのここでノリを狙いたいと思います。咁你就見到我哋而家都努力咁向呢個方向咁逃亡緊啦。今はですね、あのスリンガーで落とした弾けくるみをさらに取りますよね。都一直咧會用翻十字弓去做一啲引導嘅動作噶。下に降りろ。おおおお。よし、乗りましたね。これ乗り状態になるとですね、攻撃とですね、耐える時間というのがあるんですけど、このようにモンスターも暴れて、あの振り落とそうとします。で、今あの木をあの破壊することによって、これ上のツタが伝えるようになって、それが罠になってるんですね、実は。系啦，咁你見到啦，你每次騎上去只魔物背脊咧，就會有攻擊同埋要捉實佢嘅時間嘅。咁同埋頭先有棵樹上面有啲跌落嚟嘅嘢咧，都係一啲陷阱嚟㗎。剝ぎ取らなくていいけどね。啊，見到佢好犀利啦，已經斬斷咗佢條尾啦。これあの自分のデータじゃないんで、剥ぎ取っても全く意味はないんですけどね。其實咧，就算捉咗佢咧，都冇乜意義嘅。係而家呢個遊戲裏面，係これがですね、先ほど。アンジャナフが暴れて木にぶつかって、そこにできた罠なんです。それにはめたって感じですね。咁頭先啲藤咧，其实都系引佢过去之后喺佢喐嘅时候就会缠住佢嘅啲陷阱嚟嘅。いい感じですね。これで攻撃をしてですね、こう立てます。嗱，咁你见到都好積極咁攻击紧嘅。さあ、ちょっと当分ですね、しっかり。ダメージを与えていきたいところですね。暫時而家嘅目標都係想盡量可以好好地咁做多啲傷害先嘅。そうなんです。もうね、あのやっぱり双剣はスピーディーで手数があって、とてもスタイリッシュなあの武器になります。咁其實佢自己都覺得雙劍咧喺武器嚟講係比較有型，所以你見到佢動作都係非常之型仔噶。ちょっと次の武器に変えましょうかね。これちょっとまだお見せしたいので、今からキャンプに戻って、あ、でもチャンスが攻撃します。他们本来就想回去会武器，但见到好好机会想打多两下先的。はい、今からキャンプに戻って違う武器皆さんにお見せします。じゃあキャンプに戻りましょう。好啦，咁而家就真系翻去佢哋嘅阵营度啦。このようにですね、一度あの見つけたキャンプはですね、こういうファストトラベルって言って、マップを開いてこういうふうに移動でしたりすることもできます。今次咧，佢哋已经发现咗嘅一啲阵营咧，佢哋可以随时咁样翻嚟噶。で、ここでキャンプで武器を変えれますので、次はですね、スラッシュアックスです。あ、ごめん、総中古。はい、これもあの実機でお見せするのは初めてですので、しっかり皆さん見ていただけたらと。跟
住咧，佢而家就換咗支粗蟲棍咧，去示範俾大家，都係第一次用呢款武器咧嚟示範 gameplay 噶。はい、しかもオートマイルの装備も変えれます。じゃあ、またこの、シルベムシのガイドに従って、さっきのアンジェナフの元まで行ってみましょう。係啦，咁大家都留意到，其實佢嘅同伴只貓咧都換咗武器嘅，咁而家咧就會跟住啲盜蟲去翻頭先只魔物嘅地方度揾佢啦。係。壊れましたね。こうあんな壊れたりとかして出てきてですね。そうするとこういう光ってるミスキルがあって使ったりとかもできますんで。咁你見到佢而家咧都好利用呢個地形嘅，例如有啲發光嘅嘢咧，可以令到佢暫時睇唔到嘢咁樣嘅。これは狩猟笛という武器はですね、猟銃と呼ばれるあの虫をですね、あのモンスターに飛ばして、そのエキスをあの持って帰らせて、自分をどん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 パワーアップしていくんですね。所謂粗蟲棍咧，棍如其名啦，都係操縱附近一啲蟲咧去幫你手攻擊嘅。武器もお見せしたいんですけど、ちょうどよくまたアンジェナが怒りましたんで、また別次のところまで連れて行こうと思います。咁佢其實本身咧想即刻咧 show 另外一個武器俾大家睇嘅，但係因為而家個 boss 咧佢就嬲緊啦，所以就要帶佢去另外一個地方搞掂佢先。間違えた。間違えた。ちょっと道を間違えましたね。有啲迷路喎。ちょっとね、徳田もね、初香港で緊張してるんですけど。他覺得他拍檔呢、德田先生呢、因為第一次嚟香港有少少緊張啊。行きましょうか。お、ここですね。あの上にですね、使えそうな、またツタに絡まったような岩があります。あれも使いましょう。係啦、咁大家見到上面吊住啲石頭喺度，都係可以利用嘅，就睇下點用啦，而家。さあ頑張れるか。究竟做唔做得到咧？まずは巻き出せて。これはですね、今回マギはですね、巻き投げナイフというかああいうスリンガーのところに入れて打つことができるようになってますね。打死咗上面吊住呢堆嘢啦，就可以用你手上面嗰把十字弓咧，将打落嚟砸死啲怪物噶。じゃあ少し。操縦棍の華麗な技を。はい。咁就再示範少少操縦棍嘅操作俾大家睇啦。このようにですね、操縦棍というのはですね、自分でこうジャンプができるんですけど、そこがですね、またアクションが今回また増えてたりとかしますので、ああいうふうにして結構ね、ピョンピョン飛んだりするんですね。危ない。粗蟲棍咧本身已可以令到大家可以自己跳躍啦，而佢今次咧嘅新動作亦都令到佢睇落去係更加精彩噶。お、何か選ぼうとしてます。ですね、ダメージ受けたのでお供に回復してもらおうと思います。係，咁佢而家就打算咧要做呢個回復嘅動作噶。今見えました？あのお供にね、あの回復する虫を使う指示を出してですね、指笛を吹いたんですけれども、そしたらお供が虫を出してくれてプレイヤーを回復させてくれました。OK、咁就可以利用呢個蟲啦，因為可以叫佢個同伴嗰只貓咧去放啲蟲出嚟，咁然之後就可以利用呢啲蟲咧進行一個回復噶啦。こいつはなぜか来てしまいましたが、これはちょっと予想外。今肉を置いてからですね、多分。其實我哋而家暫時咧係去一個佢哋冇諗過會嚟嘅地方噶。うわ、またこいつらがやり合います、これ。こうなると、こいつらが出会ってしまいました。大家見到咧，佢遇到另一隻魔物，然後佢哋喺度打鬥緊啊！このようにですね、モンスター同士も出会ってしまうと、こういうね、あのモンスター同士のこうやり合いっていうのが起こります。これもね、力関係のアンジャナフの方が強いので、ああいうアンジャナフに攻撃されたりしますね。咁大家睇到咧，其實今次魔物撞到魔物嘅時候咧，都會有啲打鬥出現噶。咁頭先呢個情況就因為 Angela 係比較勁嘅，所以就變咗佢佔上風啦。ロスジャグラスは食いしん坊なんで、さっき生肉を置いておびき寄せた結果、あの組み技が発生しましたね。咁而家咧就著上咗呢個識得發光嘅袍啦，咁就可以繼續引個魔物過嚟嘅。
なんかカラフルなスーツ着てますね。はい、これ挑発の装備という、特殊なスキルを発動する特殊装具になります。でこのキラキラした音と光で怒らせてモンスターを連れていくことができるようになります。呢、这個識得發光個袍咧係一個特殊裝備嚟嘅，咁佢通過發光啦就會激嬲個 boss 啦，然之後引佢去追你噶。同埋大家應該留意到咧，佢仲會有少少聲發出嚟咧，會繼續去引呢只 boss 噶。係。ではですね、皆様の大好きなモンスターのところまで、おっと、大好きなモンスターのところまで行きたいと思います。咁佢而家咧就想帶大家去一即係大家都好中意嘅魔物嘅地方度啊！ここですね。ここでですね。実はここですね。あるモンスターのですね、まあ縄張りみたいなところになってまして、ここでですね、このアンチャナムとちょっとですね、アクションをしているとですね、そのモンスターが来るかもしれません。係啦，咁其實佢哋而家就喺另一隻魔物嘅地盤度啦。咁可能呢只 Angela 喺度再做多啲動作嘅話，就會引咗佢嚟噶啦。呢、这個地盤好熟口面喎，咩嘅巢穴嚟嘅咧？呢一個係我哋話ですね、そのうち多分飛んでくると思いますよ。佢話咧，佢好快就會飛過嚟，大家一定好快就知噶啦。哦，好 nice， 哦，好 nice， 大家都見到佢好厲害嘅攻擊啊！係，同埋。もうすごいことになってるでしょ、操縦棒。大家咪覺得操縦棒都可以揮得好厲害咧？やっぱ操縦棒のジャンプとかが特徴なんですけど、すごくそこが軽快にさらになって、いろんなものがつながるようになりましたね。咁其實操縦棒都好着重你跳躍嘅動作啦，你唔同嘅跳躍動作可以帶嚟好多唔同嘅變化噶。で、そうこうしていくと、来ないかな？そろそろ来ると思うよ。好似遲咗少少喎。来ないかな？これね、来ない。あのね、このフィールド上でモンスターがですね、本当にいろんな AI でいろんな思想で動いてますので。なかなか来てほしい時に来てくれない時もあるんですけど。其實咧，因為個天會一成唔同嘅魔物都嚟咗啦。今度はこのアンジャナムとレースとのこのバトルが始まってしまいます。係啦，大家而家又見到魔物對魔物嘅大戰開始發生啦。呢只係 Monster Hunter 最出名嘅紅火龍啊，我認得，應該冇錯噶啦。そうです。これ有名なディオレウスですね。あ、これでですね、弱りましたね。で、これアンジャナ巣に帰ろうとしてます。巣に帰って休もうとしてます。係啦，咁你見到啦，因為只 Angus 俾佢打到好傷啊，咁佢都想即刻翻去自己嘅地方度休息下嘅。なのでここでまた武器を一回変えましょう。咁我哋都趁呢個機會想換一換武器㗎。今回豪華に行きますよ。スラッシュアックス。我哋今次會換一把斬斧出嚟俾大家欣賞下噶，即係可以屬性解放嗰個喎，啪啪啪爆下喎。これもですね、実機では見せたことないので、皆さん実機で初めてお見せしますんでね。係啦，斬斧咧都係我哋第一次咧喺呢度示範俾大家睇嘅一款武器嚟㗎，大家要睇真啲啦。特色変化，咁我睇下同之前有冇分別啦動作。はい、まあとりあえず武器を変えましょうか。总之第一件事，我哋花翻去先。ご存知の方もいるかもわからないですけど、スラッシュアックスというのはですね、剣モードと斧モードっていうのがあって、そこを変形させながらアクションしていくっていうのが特徴な武器でもあります。咁其实大家可能都知道啦，斩斧呢款武器咧就系可以同时做到斩同埋斧头嘅劈嘅动作，咁可以两边切换，都一款比较有特征嘅武器嚟嘅。でさらにですね、属性解放斬りというですね、すごく、まあ
攻撃力の高いというか、まあ、必殺技みたいなのもありますので、そこちょっと気持ちよくてかっこいいので、そこもちょっとお見せします。係啦，同埋相信大家都知道佢仲可以属性解放，就非常之有型同埋好劲噶。咁相信大家都可以留意一下嘅。オトマイルもね、あのこういうふうにね、あの装備変えたりできます。咁同埋你见到而家啦，你嘅同伴都可以换下武器噶。じゃあ行きましょう。好啦，咁就再次出发啦。これも先ほど同じようにですね、シルベムシの行くガイドをしてもらうところに行けば、アンジャナフがいますので、先ほど言った通りにですね、アンジャナフ弱ってましたので、おそらく巣で寝てると思います。係啦，咁而家都係同頭先一樣啦，跟住杜松去揾翻你嘅目標嘅位置啦。咁頭先都提過咧，因為佢而家好攰啊，相信佢都係喺自己嘅巢穴度瞓緊覺噶啦。よし、落ち着きますよ。行きましょうか。ほら、やっぱりですね、フィールドがですね、このようにロードなく全部つながってるんですが、そうなると迷いやすいという欠点もありますので、このシルベムシを頼りにして、いろんなところ目的地まで向かってください。其实咧就因为今次啦，我哋个狩猎场咧系咁样冇 loading 呢样嘢啦，咁亦都令到佢觉得大家系比较容易荡失路噶，所以先加咗杜松呢样嘢落去。哦，見てください、これ新しい技。大家見到呢啲新嘅技巧就出嚟啦，ちょっと失敗しましたけど。雖然佢有啲失敗咗。そういう時は不動の装備という特殊装具をつけました。これによってモンスターの攻撃にひるまずに。係，佢都要嗰個特殊裝備啦。咁用咗呢個裝備嘅時候咧，個 boss 就會驚嘅。あ、倒れた。せ。はい、こういうね、こういう技も決めてます。これですね。だいぶ弱ってきてるので、今日はあ、ちょっとややこしいな。長く来た来た。長く来た長く来た。本当はここでおしまいっていうことも考えたんですけど、せっかく皆さんにこの辺集まっていただいたんで、もう一武器見せようと思いますが、皆さん見たい武器を教えてください。その武器見せます。大家都發現咧，魔物其實都就嚟唔得噶啦，但係佢咧難得有機會想俾大家睇多款武器，大家想睇乜嘢啊？大家想睇咩武器啊？大劍舉手，冇，冷士舉手，咩啊？弓箭、狩獵笛，唔係啊？重弩同輕弩啊？輕弩喎。Light bow。Light bow 噶？Light bow。OK。ライトボガンね。OK、俾掌声好嘛？示范俾你睇下，轻弩啊吓！ライトボガン今回いいっすよ、かっこいいっすよ。佢话今次咧轻弩嘅动作都会好有型噶。咁咪睇下啦。ちょっと待ってくださいね。Timing is error。等一等。以我所知咧，每一集咧呢一个轻弩同重弩咧都越嚟越犀利，变一支机关枪嘅有阵时，我觉得佢唔系已经唔系佬嚟噶啦。While using the ghillie mantle, you'll be hidden from a monster's sight. A heavy woman, eh? You can fast travel back to camp. そうですね。まあ今回もかなり派手になってますし、ただですね、今まで通りですね、いろんな弾を駆使してもらわないといけないというところは変わってないので、ちょっとね、やっぱり見せるために結構派手なとこばっかりを見せる部分もあるんですけど、しっかり自分で頭で考えてもらって対応してもらわないといけないっていうところは変わってませんので、それがモンスターハンターのアクションになってます。佢話係今次咧，你都會發現咧，嗰兩把唔同款嘅弓咧都係好犀利嘅，但係都同以往一樣啦。大家彈藥方面都要考慮到啦，所以要好使用你哋嘅腦袋咧，去考慮翻點樣先可以最好咁運用佢嘅。好啦，咁啊揀咗呢個輕弩啦。なんか可愛い装備になりましたけど。喺度話係會好似好慘咁樣咧。はい、じゃあ、ご要望いただきました。ライトボーガン。好啦，而家就孭住呢把輕弩出去，再去揾翻佢哋嗰只 boss 啦。でも皆さんよくご存知です。確かにね、ヘビーボーガンは今までよく見せてたんですよ。でもライトボーガンってほとんどこういう実機で見せてないので、初めて見せますかね、ライトも。大家好識揀啊，因為 heavy bow 其實佢哋好多示範都有用過，但系 light bow 今次都係第一次俾大家睇到咋。
まあ、でもあんまり見せすぎると怒られるんですけどね。でもまあいいです。但係佢話佢 show 太多，可能之後會俾人鬧咧，所以佢都要小心啲去保留翻少少嘢，遲啲再肉再俾大家睇嘅。好，きました。はい。The light bow gun is a lightweight range weapon. It's great for quick attacks and maneuverability. 敵榴弾というですね、まあ、機雷みたいなものですね。これをあらかじめ仕込んでおくと。算好的示范。ごめん、倒しちゃった。佢都系对唔住，唔好意思，一时重手咗，佢死咗添。あれあれ、また今度見せますね。まああんな感じでね。唯有做样俾多两下，大家睇下啦。俾多你睇啦。あれね。ちょっとじゃあモンスターいないですけど、ちょっと見せますね。雖然冇 monster， 但係都盡量俾大家睇下啦。完咗啦！俾一次掌聲，犀利啲嘅掌聲好嘛？咁啊，都示範咗好多種武器啊，犀利啊！係，というわけで、クリアさんとはです。